カービーですお、いいね。カービーくんは毎回ね、自己紹介のとこ変えてきてますけど、そこを楽しみにね、<laughs> してるリスナーさんがいるらしいんでね。あ、楽しんでくれるといいんだけどね。<laughs> ここでなんか停止ボタンとか押されちゃうとね、ちょっと、本当だよね。<laughs> そう、俺のせいだ。なんかあんま木を照らわない方がね。 はいはい。っていうことで。えー、今回もね、トゥギャッターからなんですけれど、<い>コロナが落ち着いたらに変わる角が立たないお誘いの断り方っていうことで、あー、よく使うね、この言葉ね。これね、今はさ、誘われてもコロナが落ち着いたらでいろいろ断れるじゃん。あー <laughs> あ、そう、断れるってのもあるね、<laughs> <う>確かにね。それが、コロナが実際に落ち着いちゃったら、コロナが落ち着いたらが使えなくなると。 ああ、つまんない芝居とかのね。<laughs> そ,うそうそうそう。そうまたなんかいろいろつまんない芝居を打たなきゃなんないんだけれど、うん、それに代わる何かいい、まあ、断り方がないかっていうことでね、まあいろいろこの意見が集まってるんですけれど、うん、例えばね、 今油断すると第6波が来ちゃうからとあ<ー>。<laughs> あ、用心に越したことはないですな。<laughs> 今ちょうどほら、もう日本もほら、溶けたじゃないあれが。そうだね。なんかだいぶ落ち着いた感があるよね、世間的に。ねえ、街出ても結構人出があるなと。で、まあ、うん、あの、お酒飲んでる人ももういるし、その、いろいろ外出てスポーツやったりなんだりっていう人も増えてるんで、なんか営業規制と、あれが解かれたんだよね。ライブとかのさ、 上限1万人みたいなのとかは,いはいはいはい。なるほどね。えー、あとは、3回目の接種が終わったらっていう、これもいいかもしんないね。うんうんうんあ、でもなんかさ、3回目みたいな話もあるんだよね。そう。3回目が有効だっていう話があって、うん。来年かな ?3 回目打つかもしんないよね。うん,うん。っていう感じですけれど。はいはい。でも、カーベル君ってもともとそんな断んないよね。人の誘いをね。まあ、断りたくなる時もあるさ。<laughs> <laughs> もうほら、都内に通勤してないからないでしょあの誘いが。そうそう。だからね、ああ、そっか、河辺さん遠いからね、ってなんか気を使われる。ああ、なるほど。それが今あれだ。断る理由に使えるわけだ。今、小賀だからっていう。そう、うん。あとまあね、今緊急事態だからってのはね、結構便利に使わせてもらってかもある意味。仕事だったらまあ当然ね、その呼ばれたら東京に出てかなきゃいけないけれど、うんうん。何か仕様で東京にちょっと来てくれて、 ってなると、ちょっと躊躇するよね、さすがに、距離的にもね。そう,そうそうそう、そうああ、ちょっとめんどくせえなーって思った時に、うん、今ね、ああ、行きたいのは山々なんだけど、まあ、こういうご時世じゃん、みたいな。<laughs> まあ、向こうもそうだねーって。川辺くんのとこはあれか、去年は会社の忘年会はリモートって言ってたっけそうだね、リモートがこれまた盛り上がんねんだ。<laughs> <laughs> やる必要あったのかっていうね。そう、なんかね、会を追うごとにやっぱり参加者もだんだん減ってきてさ。<laughs> もうただのだから様式になってるわけだね。そうだね。で、今年はどうすんだろうその、あれが解除が解けたから、じゃあ実際に久しぶりに会ってやってみようかってなったりすんのかねどうだろう忘年会あんのかななんだっけ現状5人以上はなんか、あの、言わなきゃいけないみたいなやつがね。ああ、はいはい。あのね、公民館とかさ、あ,あい施設とか借りるときとかもそうだもん。申請しなきゃダメなんだよね。うん。なん,なんか人数絞ってっていうのとさ、 あとなんかあの、春頃にほら、あの動画作ったじゃん。あの、激辛大食い大会みたいな。あ,<ー>あれの時の撮影許可もらった時も、5人以内でお願いしますって言ったかな公演ね。そう公演。やっぱあれだね、コロナでやらなくなって、平常時に戻った時も、いや、もう忘年会いいだろうって思ってる人多いみたいよ。まあね、若い人とかって参加したがらないっつうよね。それはあるよね。ーうーん。 確かにそういう人からすると、そのコロナが落ち着いたらっていう言い訳が通用しなくなるのは恐怖だろうな。 まあ今まで便利に使ってた分ね。そう,そう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 。あとまあ定番なのはあれだね。ちょっと嫁さんが怒ってるんでみたいな。<ー> <laughs> これは使えるんじゃない河辺くんは。あの、それはでもね、言い訳とかじゃなくて、それは事実なので。<laughs> の本当に怒ってるって。<laughs> <の> <laughs> ありのままの事実をそれは述べているだけ。<laughs> ありのままの。なんだろうままそう。<laughs> だからちょっとね、窓を開けてってならない。 <laughs> ちょっと出られないってなっちゃうんだけど、そのまんま。あとあれだね。一人暮らしとかで多いのかなこの宅急便が届くのでっていう、ちょっと出られないよっていう言い訳ね。はいはいはい。これもまあ使えるなと。あの、結構そのリモート会議中とかでも、うん、あ、ちょっとすいませんって言ってなんかあの、玄関ピンポーンってなって、駐座する人とかいるもんね。まあね、実際にそういうことはあるからっていうことで。そうだね。今までそのコロナがない時って結構、 断れないで、その会社の飲み会とか、そういう集まりとかに出てたけれど、コロナになって悪いことばっかじゃないって思ってる人もいるんだろうな。その断れるからっていう、顔合わせずに済むからっていうね。うん。これ、だからほら、よくこの話もしたけれど、そのコロナがなくなってもテレワークがずっと続くのか、 うん、そのアフターコロナが、そのコロナ前に戻るのか、そうじゃなくて新しい、な、ニューノーマルってやつになるのかっていうね、うんうん,うんうんうん。ところだけど、まあ、川緑くんのね、とこの会社は、テレワーク続きそうな雰囲気はあるけれど。あとなんだっけ、これのさ、うまい言い訳集の中にさ、うん、マスクを外せるようになったらみたいに。あ、はい、は,いは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 い。書いたやつもあったけどさ、あの、もしかしたらさ、この先マスクを外さない未来もあるかもしれないもんね。 コロナどうこうじゃなくて、単純にマスクしてると風邪ひきにくいなってんがあるから。あ,あ実際ね、だってあの、インフルエンザがさ、全然なかったっつーもんね。うん、だからその手の消毒と、そのマスクっていうのは普段からやってても全然いいなっていうのと、あと、その逆に今までほら、マスクして、あの、外出してた人が、違和感なくできるようになって、その喜んでる人もいるんだよね。うん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 。その口元を見られたくないとかそういう人ね。そうそう。あの、女性の人とかって、目元だけ のメイクで済むっていう話をよく聞く聞そうそう、だから化粧品が売れ行きが悪くなったっていうね。そうそうそう、口紅が今全然売れないんだって、ね、だから。<laughs> <laughs> そういう、なんていうかな、やっぱり面白いよな。いい面と悪い面が必ずあるっていうね。うん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 。だ,んだけよその まあ、5、60年先とかにさ、うん、ファッションとして定着してる未来もあるのかな。なんてしてるかわかんないけど、なんかマスクしないで外出たら恥ずかしいから。完全に個人のファッションとして定着しちゃうんじゃないうーん。例えばさ、あの、外出るのにちょっとパンツ履いてかないと恥ずかしいみたいな感じでさ。はい,はい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 。うん。昔そのコロナっていうのがあって、みたいな。そっから定着したらしいよ、みたいな豆知識ぐらいのさ。 その、まあ、コロナの時にマスクしててすげえ他の風邪とかも引かなかったから合理的だなと思ってっていうのは全然あり得るよね、今後ね。うーん。マジでちょっと新しい生活様式ってのはあり得るよね。今の世の中さ、ちょっと熱とか出るとさ、めちゃめちゃ疑われるから用心するじゃん、そういう意味でも。これがだから2、3年は続くんだろうなうーん、もうちょっと続き、あと世間もちょっとそのシステムに慣れてる感あるしね。本当にウィズコロナになってきてるよね。 っていう感じで、コロナが落ち着いてきたらに変わる、まあ、角が立たない誘いの断り方っていう感じですけれど。うん。あと、そう、この断り方の言い訳といえばさ、うん。結構中学生、高校生とかの、なんか部活をサボる時の言い訳って多分、 今すごくやりやすいんじゃないかなって今ふと思い出した。あの、親戚を殺さなくても大丈夫っていう。<laughs> おじいちゃんおばあちゃんを50回殺さなくてもいいわけだな。<laughs> そうそうそう。なんかあの、部活休みたくてなんかもう親戚寝たやしにした話みたいなよく <laughs> 聞くじゃない、昔。<laughs> とうとういなくなってしまったと。<laughs> そうそうそう。<laughs> これ自分が子供の頃にこういう感じでコロナになって、例えば卒業式とか始業式出れないみたいなんなったら、どうなってたんだろうないやあのね、うちリアルにちょっと入学式がギリギリできたって感じたなうん,うん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 。あのね、直前までそもそも開催するかっていうことで結構揉めた感じがあったかな。で、最初は親一人オッケーってのになって、でまぁ、あ、 対策取れたんで、なんか両親出ても OK みたいな感じになって。だから今あれだよね、その大学とかでもその、サークルとかが壊滅の危機にあるって言ってるよね。ああとね、学校自体に行ってなくって、やっぱり中退者が多いんだって。あ、やっぱやめちゃうんだ。 うん大学入ったら遊びたいっていう子もいるだろうから、それがなくなっちゃったもんね、全然ね。まあ、いわゆるキャンパスライフみたいな。そう,そうそうそう。で、この前ね、ラジオで聞いたけどもね、うん、そのなんか学食が美味しいっていう噂で楽しみにしてたとか、<laughs> なんかどこそこキャンパスに行くのが夢だったっていうので、はい。 だけどもなんか一度も行ってませんみたいな。もう2年目だからさ、下手したら2年間ぐらい会ってない同級生とかいるわけだよね。うーん。だから単体とかだと特にそれで卒業だもんね。ああ、そうそう。だから、うちの近くの友達の子供が去年高校卒業して今年から専門学校なんだけど、うん。入学式やってないんだよね。去年もね、学校始まったのが6月とか、だから1学期が丸々なかったのよ。 なるほどね。ちょっとその辺は親としてはね、あの、心配な部分はあるかもしれないね。うん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 。で、吹奏楽部もね、結局なんか定期演奏会できなかったりとか。ああ、そっかそっか。めちゃめちゃ密でエアロゾル飛び交うみたいな状態だから。<laughs> そうだよね。<laughs> うん。っていう感じで。まあ今回はね、このコロナが落ち着いたらに変わる角が立たないお誘いの断り方、名案が続々集まるっていうね、まとめでございました。 朝カーズです。猫のチャンネルもやっておりますので、朝カーズの猫で検索してみてください。カビリです。茨城県古河市を中心にコントをやっています。自己違反症で検索してね。よろしければ、チャンネル登録お願いします。